エフェストはメキシコのプロレスラー。ドゥランゴ州ゴメスパラシオ出身。弟は CMLL に所属するルシフェルの ?1982 年パンテーラ・デルリングのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。地元であるゴメスパラシオを拠点する AOL などのインディー団体で活動後、メキシコのメジャー団体である CMLL と契約を交わし入団。 1992年7月、アントニオ・ペーニャが独立して旗上げした、もう一つのメジャー団体であるトリプル A に移籍。ボラドール、ミステリオスソなどのレスラーと組んで、試合に出場。1995年6月1日、ラテンラバーとタッグを組んで、メキシカンナショナルタッグ王座を保持するフェルサ・ゲレーラ&、フベント・ゲレーラに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。9月、 トリプル A から対談。1996年8月9日、コナンが主催するインディー団体である、プロモアステカに移籍。ルードとして活動し、1997年2月より、開始された、アステカミドル級王座争奪トーナメントに出場。決勝まで進出し、3月7日に行われた3、ウェイマッチにて、ブラックドラゴン、アンヘルアステカと対戦して勝利し、 王座を退官。1998年1月9日、アステカカップでは優勝するに至らず、11月に、プロモアステカの崩壊とともに退団。2000年、CMLL に復帰し、リングネームをサハリへと変更。フェリーノとのコンビで活動するもなかなか活躍する、機会がなかったものの2001年3月30日、オメナヘ、エイドスレジェンダス2001にて、 ミステル・ニエブラオリンピコと組んで、メキシカン・ナショナル・トリオーザを保持する、ブルー・パンテルエルシグノ・フェルサ・ゲレーラに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。4月より開始された、トーニオ・デ・トリオスでは、ミステル・ニエブラオリンピコと組んで出場し、同月10日に行われた決勝では、ロス・グアポスに勝利して、優勝を飾る。 2002年2月、エルサとニコヒキールルードユニットであるロス・インフェルナレスと構想を開始。6月23日、メキシカンナショナルトリオ王座をかけて決着戦を行うも敗戦し、王座から陥落した。メキシカンナショナルトリオ王座陥落後、オリンピコや CMLL 復帰後パートナーだったフェリーのなどと組んで活動。2003年12月5日、フェリーの ボラドールジュニアと組んで、メキシカンナショナルトリオ王座を保持するアラン・ストー・オーム&、スペル・クレイジー&、ズンビードと対戦して勝利し、ベルトをダッシュ。2005年11月、ギミックを CMLL 伝統の謎のマスクマンである、オンブレ・シン・ノンブレと変更して、サングレ・アステカの相棒として登場。12月には、サファリとして新日本プロレスに参戦する、ため日を果たし、 バトルフィナール2005に、サングレ・アステカとのタッグで出場。同月7日、安沢・アキア金本浩二と対戦して最後に、サングレ・アステカが安沢へ、アステカスペシャルを決めて勝利した。2006年12月、ギリシャ神話のヘイパイストスのギミック、エフェストへと変更。アベルナ・メフィストの仲間となり、ラ・トリア・ダ・デル・テラーなるトリオユニットを結成。 2008年10月、エルテリブレ、エルテハノジュニア、ミステリオッソジュニアを迎えて、ロスイホ、デルアベルノエとユニット名を変更。2009年5月26日、マーテスアレーナメキシコにて、CMLL 世界ライトヘビー級王座を保持する例、ブカネロに挑戦。勝利して、ベルトをダッシュ。2011年3月、CMLL 世界トリオ王座を保持する。 ラジェネレーションドラダと構想を展開。7月23日、CMLL オンテレビッシサにテラジェネレーションドラダに挑戦。終盤で、アベルノとラマスカラの一騎打ちとなり、最後に、カンパーナでギブアップを奪い勝利。ベルトをダッシュ。同月30日、覆面マニア18に参戦。アルカンヘルオクムラと組んで、ミステルカカオストゥーカーバリエンテと対戦して、勝利。 2014年4月27日、ガーロスデルリングにて行われた、レースデルアイレ2014トルネオシベルネティコに出場。メフィストと結託して、アベルノをアシストするも勝利することができず、この試合を最後に、アベルノは CMLL から退団した。2015年2月3日、コデニターズにて、ポルボラモルフォシスオンブレシン・オンブレ。 V.S. フェゴペガッソトゥリトンの試合後、オンブレシン・オンブレがバックステージにて新たなマスクを着用して登場するとルシフェルノを名乗り、アベルノが対談してメフィストと二人で活動していたことから新たなパートナーであることを宣言してメンバー入り、ロス・イホ・デル・イン・フェルノを結成。8月9日、キトネス・デル・リングにてメキシカン・ナショナル・トリオ王座を保持するロス・レーエス・デラ、アトランティーダに挑戦。 最後に、メフィストがアトランティスへデビルウングスを決めて勝利。ベルトをダッシュした。ありがとうございます。